皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。今回はこちらゼンハイザーさんより IE100 Pro ワイヤレスというイヤモニ、イヤホンをお借りすることができたので皆様にご紹介させていただこうと思います。今回はイヤモニだぜ、パパ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 パと、はい、そんな感じです。この IE100 Pro ワイヤレス、実は新製品とか新発売とかそういうわけではなくて、ちょうど1年前、2021年の9月ぐらいに発売されたイヤモニなんですけれども、まあ、過去に僕がね、この IE100 Pro っていうこのイヤモニの部分を動画で紹介したりとか、あとツイッターでね、これよみたいな感じでおすすめをしてたっていうこともあるんだけれども、それにしてもなんか僕の周りで使ってる人すげえ増えてる気がするし、使ってる人すげえ見かけるような気がします。けどね、それもね、すごい納得の話です。エントリークラスの価格帯ながらば、もちゃもちゃに品質がいいんですよ。だからこれを買った人が、え、めっちゃ音いいじゃん、え、今までと全然違う、え、嘘マジでみたいな感じで、そういうこの驚いて評価をして、まあ、着々と人気を得て、着々と口コミを得て、着々とユーザー数を増やしてるっていう風に思えば、全然納得のクオリティなんです。ターゲットとしてはもうね、ズバリもうエントリークラスのこの初心者の方というか、初めてそういうイヤモニを買うっていう方がもうほぼほぼ対象でございます。例えば皆様が1000円、2000円、3000円、4000円くらいのなんかこのイヤホンを使ってたとするじゃないですか。けどなんかたまになんか思いません？通勤通学で毎日めちゃくちゃイヤホンで音楽聴いてるけれども、ちょっと贅沢していいイヤモニ買っちゃおうかなとか、あと家でこう宅録とかでね、なんかこういろいろとこう録音したりとか、なんかこう音源作ったりとかレコーディングとかしてるんだけども、いつもこのヘッドホンとかやってるんだけども、実はいいイヤモニも欲しいなと思ってるんだけどなとか、あと僕は全くやらないんだけども、その FPS ゲームってあるじゃないですか。なんかそういうゲームってなんかね、この辺で足音がするとか、あの辺で銃声が聞こえるとか、なんかそのね、位置関係とかの音量とか、なんかそういったことがすごいこの解像度がなんか大事だったりとかするらしいんですよ。で、この密閉性プラス、そのね、どっから何が鳴ってるみたいな感じの解像度を知るために、ちょっといいイヤホン買っちゃおうかなっていう人。その辺の方々が、もう対象でございます。イヤモニってちょっと高いからさ、基本的に1万円くらいがそのね、あの、スタートっていう感じの話になっちゃうんだけども、まあこのね、IE100 Pro は本当に1万円ちょっとぐらいのそのエントリークラスの、値段でございます。でもね、高品質で、ね、もうすごいそのエントリークラスと思えないぐらいの音量、音質なんですよ。だから僕も実はまあ普通にあの IE100 Pro、まあ、未だにずっと愛用してるんですけども、もう本当これはね、とてつもなくね、おすすめでございます。で、このワイヤレスキット。これがついちゃうと、ちょっとね、あの、バッて、お値段上がっちゃって、まあ1万円ちょっとから足が出てしまうんだけれども、この IE100 Pro に関しては、イヤモニ本体で1万円ちょっと、で、ワイヤレスがつくと、ちょっとお値段上がるんですけども、まあ通勤通学とかではめちゃめちゃ役に立つでしょうっていうことでございますよ。もう繋がなくていいってやっぱ楽だからね。で、こう簡単にこのね、ワイヤレスキットから、有線キットにこの変えることができるんですよ。後ほどやるんですけども。そうすることによって、通学中とか通勤中とかワイヤレスにして、で、お家に帰って宅録とかするときは有線にしてっていう、そういうね、二刀流ができるっていうのがこれのすごく大きな特徴でございます。順番に見ていってみましょう。とりあえず画面ドンズバババンと。まあ、いつも通りそのお手元もお見せしながらやっていこうと思います。とりあえず箱を開けてみますと、ちょっと僕のこれが見えますね。ちょっとややこしいから避けましょう。箱を開けてみますと、じゃじゃじゃんと、こんな感じです。で、もともと、ついているのはこの Bluetooth のキットでございます。ある程度 Bluetooth のね、イヤホンとかイヤモニとか使ったことある方はですね、別に説明書見なくても絶対わかると思います。まあこんな感じになってるからね、この電源ボタンを長押しするわけですよ。そうすると、ランプがテコテコつって電源がつきます。で、何も接続されてない状態でこの電源ボタンをもうちょい長押しをすると、こんな感じで、その Bluetooth の接続モードに切り替わるわけですよね。で、まあ iPhone とか iPod とか、なんかこの何でもいいんですけども、まあすごいこのタブレット端末とか Bluetooth 画面を開いて、見てみると、ここにですね、チャコッと出てくるはずなんです。来た。これで接続が完了された状態でございます。どうでしょう？で、これでもう再生をすれば音が鳴るっていう状態です。ちょっとこれあって鳴らしていってみましょう。付属品は何があるのか、ちょっとその辺を見ていこうと思います。この箱をバコッと開けますと、結構なんかこの高級感があるような仕様になっておりまして、まずこのイヤホンのケースですね。まあ外出、出先で使う方は結構重宝するんじゃないかなと思います。で、有線のキット。これがその有線ケーブルです。で、耳の大きさに合わせて、このイヤーチップですね。これがいくつか付いております。僕は普通にもうこのね、標準で付いてるこの M サイズかな。これがまあ普通にめちゃくちゃちょうどいいんで、付け替えたことはないんですけども。まあちょっとこの耳とあまりフィットしねえなーっていう方はですね、まあ L サイズ、S サイズ、あとちょっとこの、
材質が違うやつ。シリコンっていうのかな、この潰してな、この耳に入れてフィットするみたいな、そういうやつ。こうやって潰してちっちゃい状態でささっと耳に入れて、で耳の中でこの膨れることによってめちゃめちゃフィットするよみたいなのもあります。こっちの方がその密閉度が高いんで、まあ、さっき言ったその FPS のゲームとかやる方はこっちの方がいいかもしれないですね。まあ普通に僕はもう純正のまま使っております。でちょっと付属品また見てみますと、まあ、USB ケーブルです。これは普通に USB-C なので、これじゃなくても、汎用で使えるかと思います。で、説明書とかですかね。こんな感じです。なんで、まあ、付属品の大事なところとしては、まあ、USB は大事だけどね、USB-C ケーブルは大体皆さん持ってるかと思うんで、どっちかっていうと大事なのはこれかと思います。この有線キットですね。ちょっと開けてみましょうか。くるくるっと。開けて。まあ、こんな感じです。で、先っぽが、まあ、こういう、なんかこの丸っこい状態になってるんですけども、これがですね、すげえ簡単に、付け替えることができるんですよ。ちょっとこの先っぽのこの帯のところ、この赤いところ、黒いところがあると思うんですけども、この赤がね、右です。これだけちょっと間違いないように気をつけてください。なんでこの右の方から引っこ抜いて付け替えるわけなんですけども、どうやって取るかというと、引っ張るだけです。こんな感じで。で、これで付け替え完了。引っ張るだけ。スポンと。これで付け替え完了です。で、あとはこれ接続して、音楽を聴くという感じなんですけども、めちゃめちゃシンプルじゃないですか。あ、こんなに簡単に付け替えられるんだと思って、僕もちょっとこれは最初にびっくりしたところでございます。あ、こんなに簡単に付け替えできるのねと。着せ替え人形みたいな感じで。これで Bluetooth キットの方に、接続が完了って感じです。で、付けるときは、慣れないとちょっとやりづらいです。個人的に右側からいつもつけております。右側のこのドライバーをこの3本指で持って、親指があって、親指、人差し指、中指ってのを持って、で、僕はこの後ろから、この耳の上をこの線が通るように置いて、で、ここから突っ込むと。で、左手に関しても、親指と人差し指と、中指でこう持って後ろからこのワイヤーを通して突っ込むって感じにすると結構すぐに付けられるかなと。なんか慣れないとね、なんかこうどう持ったらいいかとかね、うまくこの線、このワイヤーがね噛まなかったりとかして結構時間かかるんですけど、慣れてくるとね結構ね速攻で付けられます。サコッとこんな感じで。で、これでまあいろいろとレコーディングをしたり音を聞いたりとかするわけなんですけども、まあ操作性としてはこんな感じです。で、そうだな、音の話を聞きたいですよね、単純にね。音の話をちょっとさせていただきますと、これはちょっとね、言葉でうまく言えないから何とも言えないんだけども、なんかね、情報量がすごくやっぱりね、細かく聞こえてくるような気がします。例えば、その低音、中音、高音に分かれてます。その、ドラム、ベース、ギター、キーボード、ボーカル、ストリングス、まあ、いろんなものがあると思うんですけども、やっぱり安いイヤホンってこうね、どうしてもこうね、固まっちゃうんですよね。なんかこの一つのこの帯域にギュッと縮まるというか、なんか本当はね、音源としてはその60階建てぐらいのビルのはずなんだけども、なんかそういうのがこうギュッと固まっちゃって、なんかその1階から5階までがねワンフロアになっちゃって、で6階から10階までがそのまたワンフロアになっちゃってみたいな感じで、本当は60階建てなんだけども、どういう脇か10階建てとか12階建てぐらいの音像になってしまうっていう感じなんですけども、まあこのイヤホンで聞くと60階建ての音はちゃんと60階建てで、あ、1階にはこういう音がするな、2階にはこういう音がするな、3階にはこういう音とかするなって感じで、やっぱ解像度、しっかり聞こえるような感じがします。で、これがレコーディングの時とかもそうですして、まあその音源の音、そのドラムとかベースとかそういったものに対して、その自分のギターの音をまあしっかり聞こえるかどうかっていうのが大事なわけですけれども、やっぱりそういうのとかもですね、その後ろの音源にこの全く、交わることなく普通にですね、このギターの音とかもしっかりこうモニタリングできますし、あとボーカルの方って結構ヘッドホンでレコーディングするのを好む傾向あるじゃないですか。でもね、僕は個人的にボーカルの録音とかでもね、結構これでやってみるとね、意外と音聞こえやすかったりとかして、割とこれはこれでね、面白いというか、やりやすいと思うんですよ、慣れると。慣れないと、なんかこの、イヤホンのこの密閉感というか、そのエア感が全くないから、なんか、いやー、なんか違和感あるぜって感じだと思うんですけども、慣れるとね、ボーカルのイヤホンもね、これですごくやりやすいんじゃないかなと思います。
それなんでかっていうと、さっき言ったその音の解像度がすごい良いからさ、自分の声っていうそのね、階層があるわけですよね。で、その自分の声っていう階層が他のトラックとか他の楽器とかにもう交わらずにしっかりこうベッて聞こえることで、なんかそこにしっかりモニタリングができるみたいな、なんかそんな感じのイメージがすごくあります。で、ちょっと私は今回その特筆したいのが、その Bluetooth のその速さなんですけども、これ今使っていいかな。そうですね。ちょっともうこれ以外にその検証方法はないんで、すごい横着していきますよ。ちょっと画面切り替えて。僕がこの再生ボタンを押すと、ここから鳴るわけなんですけども、この速度ちょっと聞いてもらっていいですか？この感じ。再生ボタンを押して。こんな感じの音。これ僕ね、個人的に結構嬉しいところでございまして、これ僕のよく使ってるその iPad のその音源をゆっくりにするソフトなんですけども、これを使って音取ったりとかすることってよくあるんですよ。こんな感じにして。で、ちょっと戻す。ちょっと戻す。で、このちょっと戻した時にこの反応は早い方がやっぱりすごく嬉しいんですよね。Bluetooth の規格なのか相性なのかちょっとわかんないんですけども、なんか戻した時にすごくね、反応が遅いのとかも結構あったりとかして、そういうのとかね、やっててこう、もっと早く動いてくれとかって思ったりとかするんですが、まあこれに関してはそのまま、スピードがすごく速いんで、まあ耳コピーをする時とかもですね、なんか音が取れそうな感じがします。そんな塩梅です。ちょっとこの音質に関してはね、言葉で言いすごく言いづらいところではあるんですけどね。とりあえずまあレコーディングをするときもすごくいいと思いますし、なんかこのスピーカーとかにつなげ、なんだろう、その家でギターを練習をするときにこのスピーカーにその Bluetooth とかその音源を流して、でそこからそのねイヤホンをつないで音源に合わせてそのギターを練習するとか、そういったこのモニタリング環境としてもすごく使いやすいですし、まあ普段の音楽を聴くリスニング環境としてもねすごく重宝するんじゃないのかななんて感じがしますです。はい。まあ、先ほども言いました通り、基本的に、この本体部分ならば1万円ちょっとで買えるので、ちょっと1回どっかで体験していただけたらすごく嬉しいなというところでございます。いや、俺は通勤通学でも全然バシバシ使えそうだから、ちょっとワイヤレスいっちゃおうかなという方は、ワイヤレスキットもすごくおすすめです。僕自身も本当に結構日曜の夜ですよとかの生放送で見かけていると思うんですけども、まあ、生放送するときも、レコーディングをするときも、IE100 Pro はむちゃむちゃに愛用しておりますので、武田さんの真似したいっていう人も、ぜひチェックしていただけたら幸いでございます。そんな感じでございます。ではでは、ちょっとね、イヤホンのね、商品紹介というか、そういうレビュー動画とね、音がね、鳴らせないというか、そのお届けできないですし、ちょっと僕もこれ以上どう説明したらいいので、いいのかわからなくて、ちょっとこれで十分かどうかわからないんですけども、以上とさせていただこうと思います。今回はゼンハイザーさんより、お借りしている IE100 Pro ワイヤレスの、ご紹介でございました。興味が入れましたら、ぜひとも、検討していただけたら幸いでございます。それでは、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね。